久保さん。なんかね、あのー、最近ね、えっ、ー、とー、カーセンサー、カーセンサーで見ていただくと出てくると思うんですけど、前の僕の会社、あ僕の車、BNR34、GTR34、こちら、5000万が出てきました。まあ、R34V スペックニュールってやつなんですけど、5000万出てきましたね。<laughs> 5000<千>万。<laughs> まあ、表示されてました。5000万って表示されてましたね。 白いやつなんですけど、5000万出てましたね <laughs>。まあ、気ですね。希少まあ、ニュール、3、4の中でも、V、あの、V スペック、V スペ2、ニュールみたいなあるんですよ。で、ニュールが一番高いんですけど、5000万になりましたね。まあ、僕の V スペ2も、まあまあいい値段なんですけど、3000万ぐらいか。まあ、状態がいいと。V スペ2は。うん。まあ、希少だと価値があったりしますね。うん。 やっぱね、下がんないですね、3、4ね。<laughs> 3、4下がんないですね、全然。で、今回は、かですね、か。久保さん、来ました、か。まあ、力とも見えそうですけど、カードのかです。これ、これ T カードって来ましたよ。あの、Yahoo ーカードちょっと僕利用してたんですけども、Yahoo ーカードに T ポイントがふずあの連帯してたんですけど、それが PayPay ペペカードに切り替わるってことで、Yahoo、まあ、ーカードを持ってる人に DM が届いてね、 まあこれ切り替えませんかみたいな。でも契約して、ようやくね、届きましたね。で、まあ、ちょっとびっくりしたのが、あの限度額がですね、100万でした。ありがとうございます。はい、限度額。もともと Yahoo カード、僕一番最初に契約した時って30万だったんですよ。で、限度額30万、厳しすぎて、あのネットからですね、限度額を上げてくれっていう、まあ、ネットから申請できるんですけど、2回落ちまして申請したんですけど。 ただ今現状としてはヤフーカードも限度額100万です。だからヤフーカード限度額100万なんですけど、今回のこの T カード、これも限度額100万でした。だから今僕無料のクレジット、まあこれ Yahoo の,の、この T カードはですね、年会費がかかるんですけど、初年度無料で年会費が1300円くらいかかるんですけども、年に一度利用するとあの免除されるっていうカードなんですね。で、僕はあのこれを何に使うかっていうと、 エネオスのガソリンスタンドで使いますだからガソリンンスタンドで1回はまあ給油するんで、まあ、実質年会費無料みたいな感じですね。ガソリンは年に絶対1回は入れますからね。で、まあエネオスは今、T ポイントであの給油できますから。はい、で、まあ、ここから何が言いたいのかというと、まあ、信用ですね。信用を貯めると、 まあ、その、現金持てなくてもカードってお金使えるわけじゃないですか。僕ね、あの、今、無料のカード、まあ、これはちょっと一応無料、実質完全無料ではないんですけども、まあ、一回使えば無料なんでね、無料と換算すると、無料カードだけでも、う現あの全部のクレジットカード合わせると800万ぐらいあるんですよ、多分。800万使います。いや現金800万なくても <laughs>。 カード全動員すればもしかしたらまあ厳密に言うとまあ1000万あるかもしれないです。まあ、あ A8 でいっぱい作ったんで、はい、この前も作りましたしねこの前作ったそのなんだっけなこの前作ったのは、えー、あのあれですあの,じあのあれですね名前なんだっけ名前なんだっけなあこのイ,イオンだ このイ,イオンのやつイオンのカードこれ5000円だったんですよあのこれはね限度額いくらだこれは限度額イオ,イオンのイオンカードですねイオンカードは限度額50万ですねこれ,これ50万ですねこれ限度額イオンカードは50万でした、まあ、発行するカードによって、まあ、大体305070なんですよ僕の場合305070100なんですけど今回、まあ、100でしたね で限度額100万を超えるカードが今5枚ですかね。5枚あります。法人カードは150なんですけど、あのー、普通のカードは楽天カード100万、ヤフーカード100万、あと、えー、なんだ、イエローハット100万、うんなんか感じですかね。うん、まあ、あとこれも100万なんで。結構増えてきましたね。 要は、ヤフーカードも最初、限度額30万だったんですけど、まあ、信用貯めて、もう、マックスずっと使ってって、で、結局もう、多分ヤフーカード5年ぐらい経つと思うんですけど、まあ、結果的に100万まで上がったんですよ。なんか、これペイペイと連動するときも、やっぱね、限度額が、今、後払いっていうの p ペイ p ペでもあるんですけども、その、限度額100万あるので、後払い、イの後払い上限も50万か、今。 だすごく便利ですね。ありがたいですね。だからこれも払い続けてきたっていうね。<laughs> まマックス使って払い続けるってことだったら上がったし、まあ、信用を貯めるっていうのはコツコツ払い続けるっていうね。続けるとかね。多分、久保さんと僕に,に,に信用があるのは、まあ、続けてる、コツコツ続けてるからじゃないですか。だかカードも限度額上げたいんだったら、やっぱコツコツ払い続ける。しっかりと枠使って払い続ける。で、あとは、 あーまあビジネスで言うならば続けるっていうことそれだけであのお客さんの信用は溜まっていくし信用が溜まればあー売れますよね久保さんに信用がなかったら FX の口座売れないと思うんですけど久保さんがなんでその大々的なプロモーションプロダクトローンチやってガンガンそのセールス手法みたいなね久保さんもやってきたと思いますけどそれやらずして別にそのこんな動画で喋ってねあの売ってるわけですけども そんなそのテクニカルなセールス手法がなくても信用があるからま売れるっていうことですね。うん。だからもうほんと信用を貯めるってね、めちゃくちゃ大事だと思います。お金を稼ぐよりも信用を貯めれば、お金がなくても、まあクレジットカードの場合は信用を貯めればお金がなくてもお金使えるし <laughs>、まあビジネスで言うならば信用があればセールス手法がそんなに強くなくても売れるっていうね。信用を貯めるっていうのは本当大事なことだなと思いますね。いってらっしゃい。